さーて、今回の実況から WA の後半戦シーズンが始まるからね、上に上がれるよう頑張っていきましょう。現在 WA で一番ホームランを打ってるバッターは俺だからね、14本ですよ。後半戦もこのペースで打ちたいもんだね。まあ、どのリーグでもこの14本っていうのは打ったこともなく、今キャリアハイのペースで打ってますから。ただ早く上に上がりたいね。いつまでもこんなとこで、観客のいない球場で野球をやっても面白くない。メジャーの雰囲気というものを味わってみたいんだけど、まだ上に上がることはできないね。頑張らなきゃ。仕方がないね。頑張りましょう。頑張るしかないんです。まあ、でもこの成績だったら上げてほしいよな。成績で上がるわけじゃないのかな。今さら気がついたんだけど、数字残してない時でも上がれる時は上がれたからね。正直メジャーリーグに上がるほどトリプル A で活躍したわけでもないので、成績で決まってるわけじゃないな。上とのその枠の兼ね合いとかもあるんだろうね。枠が空いたら次の外野手みたいな。絶対じゃあ今季はもう上がれないわ。上にハーパーいるんで。あ、後半戦1打席目。あ、打ち上げた打球。行く行く、うーわ、惜しい。あと一本。初打席初ホームラン、後半戦ね。あったらすごい展開だったろうね、これ。あとちょっと球場が少し狭ければこれ行ってたよ。残念だな。わ、三振。また三振。ランナー二塁一塁ツーアウト。後半戦初得点圏だね。1点差で勝ってる場面ながら、ここでの追加点は大きいんだが、これはダメだいわさ。抜けないだわさ。おおおお、取れるか取れるか、あい、取れない。フェンスにぶつかるだけってどういうことだよ。取れや。はい、ゲームセットですね。最後の最後の守備で何もできず、まあ、攻撃でも何もしてないけどね。あー、後半戦1戦目からこの活躍、活躍じゃないけど4-0、これではあかんわ。上には上がれないね。6月26日のゲームいきましょう。スタメンだ。三振何個目よ。後半戦も2試合で3つだぜ。2アウトランナー3塁、1点差。ここで打ちゃいいだろう。5打数の3三振。ひどすぎる打席内容があまりにも続きすぎている。2試合で3三振することも珍しいことではないけどもね。うーわ、悩んだはないね。What?! へぇー、守備でもこんな感じですか。普通に取れるフライをなぜに、なぜに、なぜに、ノー。ノーじゃねえ。もうノーじゃねえよ。過激なファンに殺されるくらいのちょっとエラーをやってしまったね。まあ、マイナーリーグにそんな過激なファンいないかもしれない。まあでも、ただレバーの話でいたとしたらもう殺されてるわ。その場で拳銃で頭はぶち抜かれてるね。恐ろしいけど、それくらいのしょうもないミスのエラーはしましたからね。過激なファンに殺されてもおかしくないくらいのクソミスはやらかしましたので。しゃあないっちゃしゃあないよね。あー、これはレフトファールフライになるんじゃ、なったね。あー、無理から当てに行くなよ、お前。何がフォアボールいらねえだ。今のお前にはフォアボールも必要なんだよ。打てないなら選べよ。あー、待ってたコースと真逆のとこ振って凡退だからね。ほんでゲームセット、後半戦2試合目が終わり、何もできず。何かしましたか。まあ、エラーはしましたね。三振もしましたね。それだけ。ヒットも何も出ない。ひどい。打率は2割4分1厘。2試合連続4-0。エラーもありますよ。スタメンで出さなくていいんじゃねえかな、今の俺は。相当調子悪いからね。監督、出すな。いつもは出せ出せと命令口調で言ってるけど、今日に関しては言うわ。俺を出すんじゃねえ。だって打てないんだもん。このシリーズは8-0、3三振と状態はかなり悪い。あー、もうど真ん中だもんね、今のも。これをなぜ打ち損じてファールにするのか。全野球人が疑問に思うだろうね。なぜと。Why? あいつは何なんだと。
ど真ん中失投、完璧なストレートも打てんのかと。ありえねえ。ありえない。ど真ん中も打てなくなったらもう引退だわ。盗塁は？イエスセーフ。ランナー二塁に進塁ね。これで得点圏。いやでも球は結構速いよ。打ち損じても不思議ではない。150出てるからね。いくらなんでも真ん中の150は結構難しい。ああダメだ、ファール。で追い込まれてどこを待つ、インコースか。変にコース予測しない方がいいかもしれない。外のボール、ボールで3ボール。さてフルカウントきた。うわー、スライダーだった。それもコース的には結構甘かったのに。お、逆方向どうだこの打球は。イエース、フェンス直撃で後半戦初ヒットは大きなツーベースヒット。ようやく出てくれました。ここからだね。ここからポンポンヒットを量産するよ。これ見てくれ。あのね、この球場ね、左右対称がおかしくて、あの、右側はこんなでかいフェンスじゃないんだけどね、レフト側だけこんなでかいのよ。右側と同じフェンスにしてくれたら今の間違いなくスタンドインですからね。お！あー、ま、正面か。ま、バットン当たるだけでいいわ、今の俺は。当てれなかったからね、なかなか。それでいいわ。先に行かせる気は全くない。全くない。俺のレーザービーム、どこがレーザービーム。中継のとこまでしか届いてないしね。いや今サード思いっきり投げようとしたんだよ。決して中継に渡そうと思って投げたわけじゃないからね。あまりにもそれてたから中継が慌てて取ったよ。おう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 、ゲッチュ、ナイス。ちょっともう守備での乱れはなしにしよう。しょうもないミスはなし、いらん、そんなものは求めてない。ワンアウトランナー一塁三塁の場面、ここで俺行こうか。後半戦初打点、あい、十分十分十分。こういう最低限っていうのは本当大事で、ここで最低限できない男最悪だからね。はい、打点通気、アウトかい今の。今の当たりで帰ってこれないやつはプロ野球選手と呼んではよくないな。ないわ、俺の何してんの。35打点目潰してくれちゃって、ほんと最悪だね。バーじゃないのこれ。やってくれたよ。せっかくの後半戦初打点を潰してくれた。最低限できたと思ったんだけど、足遅すぎ、やめちまえプロ野球選手。なさすぎるね、あんな足でどうやってここまで生きてきたのか。なんかあった時あいつ逃げ切れないわ。よくあるでしょ、映画で一番最初の死ぬやつ。多分そういうタイプのやつある。あれすぐ死ぬね。開始3分くらいで死ぬやつだわ。 What? 誰気が？え？うちのチーム？ファーストランナーかい？一球外した球投げただけでなんかファーストが怪我した。戻った際にか？えい！まあ、勝手に怪我しとけ。俺はツーベース打ってやるからな。はいはいはい。いや、スリーいけるか。いや、ツーだな。欲張りすぎはよろしくない。はいはいはい。先ほどの打点をここで取り返したね。タイムリーツーベースヒット。やっぱ一本出たらこうやってポンポン出る選手ですから。その一本出るまでを待つか待たないかだよね。その待てる監督のもと俺は野球したいね。こういうね、なかなかすぐ変える、ね、監督っていうのはいますから。我慢することは大事。いや、今から俺はもう、羽の生えた蝶のように、打ちまくります。どういう例えなのかはわかんないけど。なんだ、羽の生えた蝶って。蝶々で羽生えてないやついんのかい？いないと思うよね。間違えました。その例えは間違いだ。忘れてくれ。記憶から消すんだ。恥ずかしいわ。かっこよく言ったつもりが全然かっこよくない。意味がわからないっていうね。はぁ。
あー、また取るんかい。もうええだろそれ。ちょっと落とせや。空気読んでもらいたいね、あの子には。ファンはね、誰もファールフライ見に来たくてここに来てるわけじゃねえんだよ。俺のホームラン見たくて見に来てると思うんだ。そういうファンもいてくれてるでしょうね。ほとんど三振しか見せてないけどね。ただここで見せるよ、今季後半戦第1号。うまくいった、イエーイ、ファースト一塁線、まったくタイムリーだよね。当然ヒットだよ。よっしゃ、今日2打点。もうわけわかんない。普通に落下地点入ってるだけなのに、もうなんでだよ。意味不明すぎるだろ。もう意味不明なエラー連発。何がどうなってんのよ。普通に落下地点入ってるだけだからね。それでエラーする、怪奇現象だろこれ。おかしいわ、呪われてるね。守備で評価下げまくりじゃねえかお前。このシリーズクソミス2回目だぜ。難しい打球をエラーにしたわけじゃないからね。野球始めたてでも取れそうな打球を俺は2回落としてるんだ。グラブには当ててんだけど。どうだ。センターに弾き返した打球は、行ってないわ。送球それてた。終わったか今日は。打撃で活躍しただけに、あのクソみたいなミス、あれに関してはちょっと本当にねえなと思うね。こういう試合にやっぱああいうミスしちゃダメだよ。せっかく打ったのが全部台無しになっちゃう。ちょっと素直に喜べない。2ベースも打点2打点もね、喜べない。そんな一日になりました。気持ちよさはないです、ないです、ないです。もう一度言わせてくれ、ないです。次のゲーム行きましょうか。はい、次は、あ、これまたオールスターゲームあるね。じゃあオールスター出れんのかこれ。あ、出れなかったね。よし、これ7月入りました。今回の実況はこれ5連戦のカード、7月最初のねカードは5連戦なので、この試合をプレイしたらね終了していきたいと思いますので、6月はもう終わりだね。この試合もスタメンでいけるかな。現在14本打ってダブル A のホームランランキングトップですからね。ただ後半戦まだ1本も出てないんで、この辺で打ちたい。打球的に見たらね、出そうな感じですから。あの2ベース打ったのも惜しい当たり打ってますしね。フェンスの一番奥まで当たったっていうのもあるんで、ホームラン性の打球は打ってますよ。来た。ここフェンス特に高くないからね、打ちやすい球場であるかもしれない。あ、いい三振。えい、三遊間。タイムリーはどうだ？三塁ランナーはストップか。タイムリーではないが、1本いただきました。お、わいや、ダメだ。落とせ、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 落とせ。落とせよ。はい、完璧すぎる。ほう、後半戦初ホームラン、今季15号目。もう俺のホームランは打った瞬間っていう、もうギリギリのやつじゃないからね。あのもう誰しもが、あ、もうダメだホームランだっていうね。これ敵地で打ちましたから、もうファンは、あ、もうダメだこれっていう感じだろうね。素晴らしい、よく飛ぶな。飛ぶボール使ってるわけじゃないからね。俺のパワーがすごいんだ。これをメジャーリーグでもできてたら、今このメジャーリーグで楽しく上を目指して野球をね、ワールドシリーズで優勝を目指して野球をやってたと思うんだけど、上に上がったらこのバッティングはできないからね。今季15号目、嬉しいです。スタメンだろ。よし、もう AA でのスタメンは獲得したね。この前までね、微妙でベンチだったんだよね、AA の。だから、代打出場も多かったんだけど、まあ、ここ最近の活躍を見たら、それはスタメンにするわな。てか、AA でベンチだった人間がいくら頑張ってもね、上に上がることはそらできんわな。上に上がりたい、上に上がりたいってことずっと今季言ってきたけど、そら上がれんわ。はい。お、
Norman ranging back. おー、いかないか。まあでもツーベースね、ゲットだぜ。いや、今行ってほしかったね、このままの勢いで。はい、タイムリーヒットいただき、今日2本目のツーベースかな。はい、走る走る、俺たちゲットだぜ。だから攻めれなかった。はい、三振。ないわ、普通にない。うん、あの最後までインコースで来るのかなと思って待ってたらね、あそこで逃げる人間と俺は今後は対決しません。うん、絶対しません。さて7月5日のゲームいきましょう。このカードの最終戦になりますかな。よし、最後までスタメンだね。最終戦じゃなかったらごめん。ただ5連戦のゲームなんだよ。まあこれが最終戦になるだろうね。あー、外のスライダー。ランナー二塁一塁。来い。気合は十分。打つ気も十分。なら打てるね。ただちょっとこのピッチャーえぐいからな。ダブル A のレベルのピッチャーではないわな。変化球も球も速いサウスポーピッチャー。1打席目も三振、スライダーで三振取られたからね。曲がる球がかなり強力だぞ。なんでこのレベルがここにいるのか謎だな。うわ、ストライク判定か。厳しいな。あ、ダメだ。トゥートゥー。低め待ってみようかな。きた、ナイス、ローボール待ってました。タイムリーですね。ホームに帰り、イエス。このピッチャーから1本打てたのは俺の中ですごく大きいことだぞ。よかったよかった。Sent on the ground out to second. Price is right there.なんで振ったんだバカ野郎。はい、この5連戦終了いたしました。最後シングル1本のみ。まあでもそれがタイムリーヒットですからね。ただ今日のやっぱサウスポーのピッチャーのレベルというのはすごく高かった。このリーグにいちゃダメな人だね、レベルだけ見ると。なんでここにいるかは分かんない。はい、じゃあ次回またこの続きから始めていきますのでね。7月突入し、7月6日の試合から始めていこう。さて、じゃあ最後、私の成績を見て終了していきましょうかね。はい、現在こちらになってます。WA のゲーム68ゲーム出場して、打率は2割5分1厘、235打数の59安打で、得点26得点、2ベースが18本ですね。3ベースが1本、本塁打が15本です。また1本出てくれたね。打点も40打点到達、盗塁成功1つ、失敗2つで成功率は5割。フォアボール8個で三振が52個、出塁率は2割7分3で、長打率は5割3分に、OPS は8割0分5となってますね。やっぱちょっとフォアボール選びたいよね。今回も出塁率落ちてるわけですから、2割8分が2割7分ですからね。1個も選べてないんで、200打数経ってフォアボールが8個っていうのは大問題かな。これでは上にアピールすることはできない。特に今、このブルワーズのスタメンのキャッチャーは、キャッチャーじゃない、スタメンはハーパー。このハーパーがフォアボールをよく選ぶ人だからね、出塁率も4割1分3ありますから。まあもうこの人がいる時点で上に上がることはできないんだよね、俺はもう。なんでこんなブルワーズに来るんだよ、意味がわかんねえ。とにかくハーパーがどっか行ってくれないとほんとチャンスがないので上にも上がれないしね。上に上がってくれること、どっか行ってくれることを信じてやっていきましょう。OK、じゃあ次回また上を目指してですね、WA の試合をプレイしていきますので、また見てくださると嬉しいです。グッバイ、またおう。